では、日本の足元を輝かしていきます。はい、行ってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。おはようございます。ついに靴磨き日本一周後半戦がスタートしました。セミも迎え入れてくれておりますね。早朝ランドの後半戦の門出を迎え入れてくれております。だいぶ早朝ロスの人いたんじゃないですか。5日ほど YouTube の更新をサボってたので、一部報告では早朝ロスでうつ病になりかけたとか、本当か本番か分からないですが、そういう噂も聞いておりますよ。今日は、まあ、これから北の方、まあ、最終北海道まで目指すんですが、とりあえずまずは三重県の方に向かって漕いでおります。その前にありがたいことに堺市の方でね、朝から出張靴磨きさせてもらえるので、そこを靴磨いて今日どこまで行けるかはその日に委ねるっていう感じですね。また今日から今日の夜どこで寝るんやろとか、明日どこまで行こうっていう生活が始まりますね。楽しみです。日本の足元を輝かせる旅が始まります。一緒に旅に行きましょう。こんにちは、失礼します。はい、急げんね、私はあなたの話聞きたいの。あ、でもちょっと時間を、余裕持って1時間いただいていいですか。うん、その話どれぐらい、半時間ぐらい。あ、全然大丈夫です。あ、はい、一緒にできる、いけるの。あ、大丈夫です。はい、はい、うなぎ食べに行く。あ、食べたいです。 OK、 うなぎ食べに行こう。やった、ありがとうございます。めっちゃ美味しいですね。それが仕事がちゃんと。これから35キロかけて、今日は奈良県の天理市に泊まることにしました。まあ35キロって距離的にはそんなんけど、一個山越えないといけないですね。その前にちょっとミラーがネジ緩めてしまったんで、自転車に行って直してもらおうと思います。ありがとうございます、助かります。はい、助かります。見えますね。やっぱりこの角度の方がより男前に映りますね。35キロ、ミラーも直ったことやし、天理市まで行きます。おお、来たね、奈良の田舎。あの山を越えなあかんぞ。またえぐい睡魔が、暑さと水分と水分補給、なんか一気に来た。これが軽い熱中症ってやつか。
だこれは。カカシ公園。後ろ姿本物やん。カカシ公園に入ります。おー、全部本物、すごいね。でも結構顔もしっかりしてる。ちょっと昭和感出てますね。自転車で旅されてる。そうなんです。どこから？大阪っすね。あ、じゃあ一回下の方まで行ってちょうど半分くらいですね。下ってのは和歌山だったっす。岡山、沖縄っすね。ダメで盛り返して。4000キロ走ってます。川口で行ってるんですか？僕、靴磨きしながら行ってて、仕事が靴磨き職人で。あ、そうなんです。めちゃくちゃかっこいい。これがゲストハウスですよ。シャワーもありますね。ついに始まったか。でも朝から靴磨き3足もできて、幸先のいいスタートだったんじゃないかなと。こんな暑い時にそれでも40キロ進んだ天理まで来て、明日は津市という三重県津市に85キロの大移動ですね。しかも山道が2つあるという。でももう明日ちゃんと津市まで行ってしまえば四日市まで割とすぐやし、言うてる間に名古屋着くし、まあそこから端的な移動になって、その分靴磨きの数が増えるんじゃないかなと思っております。ついに始まったか。今日はゆっくり体を休めて、明日の85キロの移動に備えたいなと思います。